探しましたよ。醜い。え？以前訪れた湖は穏やかでした。そこで俳句を読みましたわ。心を無にし、ありのままに感じたことを限られた字数の中で表現する。私の故郷の文化。ですが、今は怒りの感情しかありません。前は穏やかに感じた水面には、今は故郷への憎悪が映っていますわ。私の故郷は、もはや人の里ではありません。鬼の救う里となってしまいました。さよねさん。そして、怨恨と絶望に満ちた、私の顔が水面にあります。故郷と決別しました。慣れ親しんだ土地を離れたこと、後悔はありません。ですが、人は脆い。今度のことで痛感いたしました。人の心はとても脆く、いとも簡単に砕けてしまう。どれほど闇の脅威にさらされようとも、私たち山岳の民は屈しない。それは私の皆の誇りでした。そのはずだったのに、その誇りと矜持を捨て、我が身かわいさに。あれほど気高く輝いていた人々が、こうも簡単に落ちぶれてしまうと、私は士族が憎い。そして私の大好きな人々を貶めた闇が憎い。テトラちゃんに罵倒されることはあっても、感謝されるいわれなど私にはなかったのですわ。それは未然に防げました。テトラもあなたを恨んでなどいません。だからです、正直ほっとしました。そして気づきました。私はオサを罵倒しました。しかし今思えば、それは私だけが追及を逃れるための詭弁ではないかと。私はそんな自分を嫌悪しています。サヤネはやはり士族とオサと同じだったのですから。この臓腑の奥底で煮えたぎる苦い黒金のような感情、どうやってこの感情を整理すればよいのか。辛い。これは私の甘さですか。ジークさん、わかりません。私はどうすればよいのか。さんの気持ちは分かるつもりです。俺の使命はこの大陸を闇の軍勢の脅威から守ることです。ただそのためには戦わなければなりません。そう、俺の力を最大限に発揮させなければならない場所は戦場です。そうして敵の戦力を無力化、あるいは弱体化させるのが俺たちの役目なんです。俺の知る限りではありますが、死者が出ずに終わった戦いなどありません。誰かが死ぬということは、その誰かにつながる他の誰かが悲しむということです。恨みや憎しみの生まれない戦争などないでしょう。敵を倒すのが俺の役目ですから。俺は恨みを買う側の人間というわけです。戦う者は倒した相手だけではなく、そこに連なる人全ての恨みや憎しみを背負わなければなりません。はい。覚悟を持っていくしかない。戦いとはそういうものです。あなたの故郷の方はその覚悟が足りなかったのです。
その覚悟をしっかり背負える人だと思います。だから今を乗り越えてください。辛いですね、我々は。はい。ここがトリマー神殿跡ですわ。こうもうまくいくなんて我ながら奇跡ですわ。これでジークのお仕事終わるね。ミーメル、ジークの役に立った？強くなった？ああ、ミーメルは強くなった。最初の頃とは比べ物にならないくらいにね。本当？あのね、ミーメルね、戻ってるんだよ。ジークにあげちゃった力はまだだけど、魔力は少しずつ戻ってるんだよ。時間がかかると言われたのに。そうか、よかったな。うん。では、行きましょうか。ええ、とは言っても私中は案内できませんけれど。来れたわね。今のままだと怪我しやすいし、もう少し頑張って。そう言われても本当に無理。はう。ほら、力を抜いて。お兄さんを困らせないためにもね。